3番線に花園、高田、平木、長尾行きが到着いたします。危険ですから白線より下がってお待ちください。
身体障害者用乗降場も完備しています。また11月7日からはレインボー縦貫バスや天使駅三別線高松徳島を結ぶ高速エクスプレスの運行が開始され、天使駅がより便利になりますので、ぜひご利用ください。なお、バスの発車時刻などは琴電バス